アメリカが入りましたね。この選手もあれですね、5年ぐらい前からだんだん頭角を現してきましたね。このところまた非常に良くなってきまして、パートナーがしっかりしてきましたね。こういうダンスの場合、パートナーはもうずっと最初に組んだらずっと同じパートナーでずっとやるわけですか？ほとんどの人はそうですね、やはりこの呼吸っていうのはありますし、この衣装なかなか大胆ですね。そうですね。もう皆さんデザインはね、似たような、作りは同じようなものでも、随分と左側のサイドがね、やっぱりこういう衣装などは採点には入るんですか？そういうあれはないんですけどね、やはりそのこう目立つっていうか、目を引くっていうか、そういったこともあるんじゃないでしょうかね。やはりその踊り手のそれぞれその衣装に意味を持っている、そういったものが織り込まれていくんじゃないですか。